ドラグノフ狙撃銃はソビエト連邦が開発したセミオート狙撃銃である。ソビエト連邦では訂正以来一発必中の狙撃が重視されていた。そして第二次世界大戦時にモシンナガイ M1891-30 を使用した紫外線における狙撃手の有効性が確認されたため1950年代ソ連軍指導層は 小体規模での選抜いてと対応する、セミオート狙撃銃が必要であると考え、後継機種を兼ねた選抜いて専用ライフルの採用デザインコンテストが行われた。セルゲイ・シモノフ、アレクサンドル・コンスタンチーノフ、エフゲニーエフ・ドラグノフの3人の銃設計者がそれぞれ試作品を提出し最終的に、ドラグノフ設計の試作品である SSV-58 が選ばれ、 1963年に正式採用された西側諸国のセミオート狙撃銃と比較して細身で軽量化や運搬性向上のために重傷は中央部に大きな穴を開けたスケルトンストック型の磁気重傷である重傷上部にはスコープを使用した際の照準を容易にするため着脱式のチークピースを装着できる作動方式は ガス圧利用方式で重心情報に平行にして取り付けられているガスシリンダーへ重心中央部に位置する小さい穴から発射ガスの一部を誘導しガスピストンを起動させる。ピストンの動きをオペレーティングロッドを通じてボルトキャリアに伝えボルトを作動させる。長期的な国使を前提として AK-47 を参考に作られたために 部品数は少なく、頑丈で信頼性が高い。しかし AK、AK-47 とは、ガスチューブの形状などが異なり、部品に互換性はない。また、AK 系突撃銃とは異なり、オペレーティングロッドとボルトキャリアを別部品とする、ショートストローク方式を採用しているが、ロッキング方式は、AK と同様に、 ボルトキャリアの前後を動作に同調して回転する、ロータリーボルト方式である。弾丸は、モシン長い M1891、30やカラシニコフ汎用機関銃と共通の 7.62E、X54 メートル MR 版もしくは、ロシアンの略を使用するほか、精密射撃には狙撃用の 7N1 や、後継の 7N14 も使用できる。ガスシステムは、 腐食を防ぐため、クロムメッキ処理されている。アメリカ陸軍が使用している M24SWS などの狙撃銃は、光学照準機の使用が前提で、金属製照準機が省略されているが、ドラグノフには1200メートル程度まで対応可能な金属製照準機が備えられており、近距離での照準や、光学照準機が破損した場合に使用される。 こうした特徴から、ドラグノフは、旋ついてが用いるマークスマンライフルに近い性質も持つ。光学小準機も付属し、サイドレールブラケットへ容易に取り外しできる。格闘戦を前提としない、狙撃銃でありながら、重心先端には着剣装置が設けられている。ロシア軍では、 AKK の有効射程の短さと連射時の命中精度の低さを補う目的で、分体ごとに1丁のドラグノフが配備され、それぞれの有効戦闘距離を、AKK は300メートル、SVD は600メートルと想定している。ドラグノフが遠距離狙撃が困難である理由として、肉迫の重心と620ミ、mm、リメートルという長い重心長が挙げられる。肉迫の重心は、 発砲時の重心の振動を低減しにくく、長い重心長は、その振動による重光のズレを増幅させ、弾道をわずかに反らす。初期生産分200兆を除き、1964年から、イズマッシュ社が、ライン生産している。ワルシャワ条約機構加盟国を中心に、多くの国で採用されたほか、おやソ連第三世界諸国にも多数供与された。 あとに、木製部分を黒塗りポリマー素材としたものが標準仕様となり、特殊部隊用に折りたたみ可能なワイヤーストック仕様もある。イズマッシュ社からは、反動軽減などを図った近代化モデルが発売され、ロシア軍も採用している。なお、長距離精密射撃用狙撃銃として見た場合、ドラグノフ狙撃銃は、半自動式装填であり、 標準で2脚を装備しないなど、構造上命中精度向上が望めなかったため、新型狙撃銃開発が始まり、1998年より、ボルトアクション方式 SV-98 狙撃銃が製造されており、マークスマンライフルに近い性質のドラグノフ、狙撃銃との使い分けがなされている。ここで紹介するのは、ドラグノフ狙撃銃の発展型であり、 AK をベースにした、マークスマンライフルや、狙撃銃の類は紹介しない。SVDS、スフ、スフ、A、スフ ASVS-121、SVDKSVDM t グルサスタバ M91 軍用モデルと狩猟用モデルのタイガー日本では、領銃として、民生向けモデルが、取得可能で、実際にイズマッシュのタイガーは所持許可の実績もある。用途は、 狩猟目的に限定され、弾装装点数を5発以内にする改造を施さなければならないほか、ライフル銃取得に必要な資格及び適当な経歴を要する。なお、日本では、他の軍用狙撃銃をベースにした民間向けライフルも、蒸気の条件が通れば、放棄成上は、所持できることになっているが、多くのモデルは、弾装が着脱可能であり、 相談数を5発以内とすることが担保できないことから、所持許可が降りないケースもある。ありがとうございます。